皆さんこんにちは、橋本聖子です。私からは東京オリンピック・パラリンピック大会からの問題です。東京大会では選手の皆さんに金銀銅合わせて5000個のメダルを作成いたしました。このメダルはとても工夫が凝らされて作られております。それは次のうちどれでしょうか。皆さん考えてください。1番、東京中の清掃工場のゴミ焼却炉から回収された金銀銅で作った。2番、偽物と本物の区別がすぐにできるように最新鋭の 3D プリンターで作った。3番、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型家電から金銀銅を取り出して作った。4番、実は金銀銅以外の素材を使って作った。ヒントは皆さんの身近にあるものから作られています。さあどれでしょう。正解は3番のスマートフォンやデジタルカメラなどの小型家電から金銀銅のメダルを作ったでした。日本中の皆さんに使用済み小型家電の寄付をお願いして、金 30.3kg、銀 4100kg、銅は 2700kg という回収目標を達成しました。山の中にある鉱山に行かなくても、町や家庭に金や銀などの貴金属が眠っているので、都市鉱山って呼ばれております。必要な銀が多いのは、金メダルは銀メダルの上に金メッキをするからです。金メダル1個の金の量はスマートフォン約200台と言われております。皆さん正解できましたか？エコル戸越の館長中倉です。皆さんが今いるここエコル戸越は環境に優しい建物です。その一つとして地中熱利用という設備を使っています。それでは問題です。エコル戸越で活用している地中熱利用とは、地中深くにあるマグマを利用して電気を作り出すことをいう。丸か×か。正解は×です。マグマを利用して電気を作り出すことは地熱発電と言います。地中の温度は一定であり、夏は気温より低く、冬は気温より高いという特徴があります。この熱を利用して効率的な冷暖房を行うことを地中熱利用と言います。エコル戸越では地中100メートルに達する穴を6カ所設けて熱を利用しています。建物の中に解説文があるので探してみてください。それでは問題です。32年前の1990年以降、世界の森林面積は減少を続けています。では1990年と2020年を比べると、1年間に伐採している森林面積は2020年の方が多い、丸でしょうか×でしょうか。正解は×です。1990年から2000年は年あたり1600万ヘクタールが伐採されましたが、2015年から2020年には1000万ヘクタールとなりました。ただし1年間の伐採面積は減ってはいますが、これで十分ではありません。これまでに失った森林を取り戻すためには、まだまだ森林伐採面積を減らす必要があります。問題です。冷蔵庫にある冷凍庫には食品をあまり入れない方が省エネである、丸か×か。正解は×です。
間なく食品を入れた方が省エネです。凍った食品同士が冷やし合うので、ドアを開け閉めした時の温度上昇を抑えることができます。ただ食品を無駄にしないためにも、冷凍室内の整理整頓をしておくようにしましょう。日頃よりゴミの分別にご協力いただきありがとうございます。それでは問題です。皆さんが毎日使っているランドセルは壊れていたり、いらなくなったりして捨てる場合は燃やすゴミ、つまりゴミです。それでは同様に教科書もゴミになる。丸か×か。正解は×です。教科書は資源になります。教科書も雑誌や小説などの書籍と同じですので、資源としてリサイクルできます。それでは問題です。私たちの家庭から出るゴミはそのまま埋め立てられるのではなく、一度燃やしてから処理されます。燃やしているところってどこなの？というと、それは清掃工場と呼ばれるところです。では東京23区の中に清掃工場は建設中のものも含めて23箇所である。丸か×か。正解は×です。23区の中に21箇所あります。品川区でも八潮に品川清掃工場があります。皆さんこんにちは、斉藤理香と言います。見ての通りウェイトリフティング、重量上げという競技をやっていました。2008年の北京オリンピックに出場しました。今は品川区の方に住んでいます。さて、私からも品川区でのゴミに関する問題です。皆さんの家庭でも分別をしていると思います。例えば生ゴミは燃やすゴミ、割れたグラスは陶器、ガラス、金属ゴミ、段ボールは資源、畳は粗大ゴミとなります。では寒い冬に役立つ使い捨てカイロ、品川区では陶器、ガラス、金属ゴミとして出す、丸か×か、どちらでしょう？正解は丸です。住んでいるところによって捨て方は変わってきますが、カイロの中身は半分以上が鉄の粉でできており、品川区では陶器、ガラス、金属ゴミとなっているそうです。皆さん、使い捨てカイロは袋を破かずにそのまま陶器、ガラス、金属ゴミで出してくださいね。ちなみに皆さんお持ちだと思いますが、ウェイトリフティング用のバーベル、女子用も男子用も2メートルを超えています。30センチ以上となりますので、鉄ではできていますが粗大ゴミとしてお出しください。もしくは私にお譲りください。はい、問題です。真夏に少しでも気温を下げようと朝夕に水をまく、こちらの取り組みを何と呼ぶでしょうか？問題です。私たちの身近にあるプラスチック、とても便利なものですが、このプラスチックが海に流れ出て環境に影響を与えることが問題になっています。このプラスチック問題の解決に向けた第一歩として、2年前からあるものが有料になりました。さて、それは何でしょうか？問題です。品川区では食品ロス削減をテーマに、食品を大切に使ってくれている区内の飲食店などを品川ほにゃらら推進店として認定しています。ここにはもから始まる言葉が入ります。何という言葉が入るでしょうか？
問題です。食品に表示してある安全に食べられる期限のことを何というでしょうか。皆さんは容器包装プラスチックという言葉を知っていますか。容器包装プラスチックとは、中身を出したり使ったりした後いらなくなるプラスチック製の容器や包装のことを言います。こんなマークに見覚えありませんか。このマークがついているものが容器包装プラスチックですね。では問題です。この容器包装プラスチックについて、4年前に発表された国民1人当たりの容器包装プラスチック廃棄量、日本は世界で何番目でしょうか。問題です。家庭で多く使われている明かり、この明かりはある電球を使うと省エネで長い寿命で使うことができます。さて、アルファベット3文字を使ってこの電球を何と呼ぶでしょうか。皆さん、クールビズという言葉をご存知でしょうか。2005年から始まった地球温暖化対策の一つとして、過度な冷房に頼らず様々な工夫で夏を快適に過ごそうというものです。それでは、地球温暖化対策として夏の室内の温度は何度が良いとされているでしょうか。皆さんで取り組むリサイクル活動は、資源をきちんと分けて出すことが大切ですが、他にもリサイクルされた商品を買う、使うのも有効な取り組みです。では問題です。リサイクルされた紙やノートについているこのマーク、何マークというでしょうか。問題です。二酸化炭素を削減することは、地球温暖化を防ぐためにとても重要です。それでは、温室効果ガスの排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにすることを何ニュートラルというでしょうか。それでは問題です。SDGs はサステナブル・デベロップメント・ゴールズの略で、日本語だと持続可能な開発目標という意味です。私たちがずっと地球で暮らせるように、世界が豊かであり続けるための世界の共通目標です。それでは、この SDGs は何年までに達成するための目標でしょうか。問題です。 SDGs は複数の目標によって構成されています。いくつの目標によって構成されているでしょうか。問題です。地球温暖化の原因の一つとして二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを世界中の国が出し続けていることがあります。そこで世界中の国々が温室効果ガスを減らすルールを作りました。これは〇〇協定と呼ばれていますが、〇〇に入る世界の都市はどこでしょうか。問題です。
5年前の調査で日本の各家庭での二酸化炭素排出量が最も多いのは何月でしょう。皆さんはじめまして。生まれも育ちも品川区武蔵小山の笠原正弘です。私はですね、毎日日本料理を作っていますが、いつも食材はできるだけ捨てないよう工夫しています。というわけで、私からはまだ食べられるのに捨てられている食材が大量にあるという食品ロスについての問題です。現在日本では1年間に一体どれぐらいの量の食品ロスが出ていると思いますか？実はですね、数字で言うと約500万トン出ています。これね、ちょっと想像がつかない数字ですが、ではね、この数字、皆さんが毎日1人当たり捨てている数字に直すと、ご飯500粒分になる。さあ、丸か×か考えてください。はい、正解は×です。日本の食品ロスは、皆さんが毎日お米をだいたい3000粒ぐらい、つまりですね、お茶碗1杯分のお米を毎日捨てているのと同じ計算です。これは非常にもったいないことですね。食品ロスを軽減するためには、食べ残しをしない、食べる分だけ食材を買う、食材を無駄なく使い切るなど、ご家庭でも美味しく無駄なく食べることを楽しんでください。よろしくお願いいたします。問題です。食品ロス削減に向けて、各家庭にある使い切れない食品を持ってきてもらい、食品を必要とする子ども食堂などの福祉施設や団体に寄付する活動を何というでしょうか。1フードドライブ、2フードマイレージ、3フードディフェンス、4フードチェーン。皆さん、こんにちは。はじめまして。ボブスレーと競技をしていました日野真奈美と言います。皆さんはボブスレーって知ってますか？ボブスレーの競技は冬のスポーツで、だいたい1500メートルから2000メートルぐらいの距離の氷の山を滑り降りてくる競技です。スピードはだいたい150キロから160キロぐらいスピードが出ます。とっても危ない競技です。なので、このヘルメットをかぶっていつも競技をしています。皆さんは地球温暖化現象という言葉、聞いたことありますよね。現在の地球は過去1400年で最も暖かくなっていると言われ、気温や海水の温度が上昇し、氷河が少なくなっていく現象が地球規模で起きています。これが地球温暖化現象です。このまま地球温暖化が進むと、その影響で私たちの生活が予想もしなかったことが起こると言われています。それは次のうちどれでしょうか。1夏に台風の規模が小さくなる。2秋に急激に寒くなる。3冬に雪が降らなくなる。正解は冬に雪が降らなくなるでした。日本で言われている温暖化の影響は、将来的に冬の気温が3度から5度上昇する可能性があると言われています。それだけ暖かくなれば、雪が降ってくる途中で雨に変わるか、降ってきてもすぐ溶けてしまいますよね。これは今現在でもスキー場や周辺施設で雪が減っている現状があり、将来的にこのまま気温が上がり続ければ雪が降らなくなる、降っても積もらない可能性があるのです。これはウィンタースポーツをしている選手にとってはとっても深刻な問題です。雪が降らなければ競技をするためのコースや設備を整えられず、競技自体ができなくなってしまいます。皆さんもストップ地球温暖化をぜひ心がけてくださいね。では問題です。
地球温暖化を引き起こす大きな原因の一つが温室効果ガスです。日本では温室効果ガスのうち CO2 が占める割合は何パーセントでしょうか。次のうちから選んでください。 1. 33% 2. 51% 3. 76% 4. 91%。 問題です。品川区で出された燃やすごみは品川清掃工場に持ち込まれて焼却処分されています。全国にこうした清掃工場はたくさんあります。さて、品川区の清掃工場は次のうちどれでしょうか。問題です。区では新しいリサイクル活動を10月から始めました。それは次のうちどれでしょうか。1. ゴミ処理機を買ったお金の一部を助成する。 2. ガラス瓶からコップを作る。 3. 集まった粗大ゴミを欲しい人に譲る。 4. リサイクル情報誌を配布する。問題です。品川区で粗大ごみを出すとき、かかる料金についての問題です。畳は長さが30センチを超えるので粗大ごみで出しますが、その料金は1畳あたりいくらになるでしょうか。次の中からお答えください。 1. 300円 2. 600円 3. 1000円 4. 1800円。問題です。資源が枯れることなく繰り返し利用できるエネルギーのことを再生可能エネルギーと言います。そのうち太陽光発電についての問題です。太陽光発電は地震や台風などの災害の時に役に立つことがあります。それはどんなことでしょうか。 1. 断水になっても水を使うことができる。 2. 停電になっても電気を使うことができる。 3. 災害を防ぐことができる。 4. 瓦礫を処理することができる。今や皆さんの生活や私たちの仕事に欠かせない存在のパソコンやタブレット、スマートフォンなどの電子機器は様々な形でリサイクルされています。中でも特に意外なものをリサイクルするための取り組みで〇〇里帰りプロジェクトというものがあります。さて、〇〇に入るものは次のうちどれでしょうか。1. プリンター 2. インクカートリッジ 3. バッテリー 4. たこ焼き器。